ファン同士って一番解釈違いがやばいからね。確かにそうだね。確かに。そう、些細なね、掛け違いがね。あおちゃんかけるあやちか、あやちかけるあおちゃんかで全然違うから。ああ、なるほどね。なるほど。全然違う。なんで私たちがどっちかが受けでどっちかが攻めになってんの？お客さんそういう風に見てんじゃないの？嘘でしょ。嘘でしょ。私はそうだと思って世の中生きてきてた。マジか。だから我々頑張ってゆり営業してたんやな。営業って言うな。営業って言うなバカ。私真実の愛だと信じてやってたぞ。そうだな、我々は真実の愛に包まれて。まさか、私のことは仕事だったの。そんなことないよ、そんなことないよ。仕事ですよね。愛してるよ。仕事ですよ。愛してるよ。あおいたん。そんなことないよ、味方されたひどい、傷ついた。280回目の放送で、唇のどっちが攻めでどっちが受けかの話をしていましたが、私はあやあお派です。え？葵さんは相手に喜んでもらうために頭を使ってしまい、葵さん自身が悦に浸ることを密かにしてしまいそうな気がします。一方で葵さんは何もかん、あ、あやなさんは何も考えずに勘を頼りに相手を喜ばせる体の触り方ができそうなので、攻めも受けも悦に浸ることができそうだからです。というわけで、あやなさんが葵さんの体を触りながら、葵さんの口にマシュマロを突っ込む MV が見たいです。ちょっと待ってよ、それ私がすごいなんかゆり的な何かが下手みたいじゃん、やめて。っていうか勝手に私たちの体で想像しないで。想像しないで。それは別に構わない。いいの？嘘でしょ。それは別に構わない。そう、いや、そんなんしゃあない。私もだって全然散々プラ人の二次創作見てるもん。なんとも、まあね、なんともちょっと言えないですけど、まあね、そうですよ。いや、珍しいですよ。でも、あやあおは結構マイナーだと思う。あおあやの方が世の中多いからね。確かにそうだね。私、うん、ショックだったもん。なんでやと思って。あやあおなんだね。受けのつもりでいたのに、みたいな。ねえ。そうね。そうね。私が攻めなきゃいけないんだね。そう。そうなるとね。そうなの。あやなはね、ど天然攻めだから。ええー、てか、もっと言うなら、プチビレどっちも攻めだからな。攻めに攻め合う。そうそう、マジ。そういうのもあるから。そっかな。こんばんは。こんばんは。先日のラジオでプチミレの受け攻めのお話をされていましたね。したね。私は青あや派です。おー。ラジオを聞いて青派の方もいることにとても驚きました。何やって。ツイッターのアンケート機能を使い、フォロー内でアンケートを取ったところ、6割が青派だったんです。マイナーだと思っていたのですが、知人の中では結構多くて信じられないくらいびっくりしています。6割が青派。あ、意外だった。それは私も逆だと思ってた。青が、あやおが、あやおって何？意外。え、私が、攻めってこと？攻めってこと。ああ、なるほど、ね。が6割、超意外だった。ええー、そうなんだ。マジか。やっぱそのなんか意外な感じがいいのかな？どうだろう。ギャップじゃないけど。まあ、私はどっちかっていうと、そのやっぱ、何ですかね、大体王道から外れたカップリング好きになる傾向にあるから、うんうんうん、まあ、自分のことで言うのもあれですけど、完全にあやお派でした。おー、なるほどね。あやお派のつもりでいたんですよ。うんうん、そう、だから。まあでもな、確かにな、あやお派ちょっとなんかこう、つつくとなんか、はーってなる感じ可愛いもんな。結構本気で壁ドンにドキッとしちゃうのは多分私だと思う。うん、確かにそうだね。そうですよ。なんか私、多分普段から球を打ちすぎててあんまり間に響かないけど、これ逆があった時に超ドキドキするのかな。なるほどね。そうですよ。一発が重いみたいなやつ、ね。そう、普段おおらかな竹達氏の何かがあった時の方が多分ドキッと感はあると思うんですよ。本気の攻めをね。そうなんですよ。ああ、なるほどね。そうなんだね。へ、ね、面白いな。てかみんなやっぱ考えてるんだね、カップリング。そういうのあるんだ。私だけじゃなかったんだ。私考えたことなかったわ。嘘？ないよ。ないの？だって自分の相方と一緒に考えたりする？だってそんな。いや、わかんない。私受けかな、とか考えないでしょ。すべての事象において考えない？考えないわ。え？嘘？いや、考えない。嘘だよ。いやいやいや。